タニア・シュテーブナーは、ドイツ連邦ノルトライン・ウェストファー連修、ブッパータール氏の小説家、児童文学作家。代表作は、動物と話せる少女リリアーネシリーズ。10歳の時に作家になる夢を抱き、文章の執筆を始める。が、中学校卒業後、学業に専念するため、一時的に執筆活動を断念。大学において、英文学、 ドイツ文学の研究者として、勉学に励む。1996年から1998年までの間、ノースロンドン大学に留学。その間に出版社の作家育成における指導のもと、短編、ダスリート・デア・トロマランを上司。2002年に卒業論文を終えて、作家活動への宣伝を決意する。2003年に最初の代表作となる。 動物と話せる少女リリアーネのシリーズ第一作を上司2007年に S ・フィッシャー出版より出版されて本格的に作家としてデビューする2011年には次シリーズとなる妖精の森シリーズ第一作フローラとパウラと妖精の森を上司現代ドイツ児童文学における新鋭作家として活動している日本においては2010年に動物と話せる少女 リリアーネが学研教育出版より刊行。以降、同出版社よりシリーズ作品が刊行され続けている。現時点において、全著作において、日本における出版は学研教育出版より行われ、翻訳は中村智子が担当している。シリーズタイトルの現代はリリアンヌズ・ゼビントである。 全書物においてタイトルは動物と話せる少女リリアーネと共通であり端末の区別はサブタイトルでなされている。なお日本では本編とスペシャルが存在するがスペシャルは日本向けに再編集されたファンムックを兼ねた番外編の短編集であるため書籍としての現代は存在しない。現時点においては全書物においてタイトルは フローラとパウラと妖精の森と共通であるため、本説ではサブタイトルのみを記す。差し絵イラストは、戸部宿が担当。なお出版社広報では、フローラシリーズと表記されることもあるが、この表記では同じく学研教育出版より、発刊されている、南宝秀久作の同タイトルシリーズ作と紛らわしい。ため、本項目においては、妖精の森を、シリーズタイトルとみなす。 妖精たちが大騒ぎ。ISBN 978から4から052038563美しいフェアリーは危険。ISBN 978から4から052040207友達の名前はユニコーン。ISBN 978から4から052040665ありがとうございます。